主格法神皇兼任2年8月26日は、平安時代後期から鎌倉時代初期にかけての皇族、そう。父は、小白川天皇。母は、藤原末成の娘、重子。新言州仁な寺、第六世門関。英略元年、里市政入道神皇に指示して出家。人乱3年には伝望勘定を受けている。翌く顔元年。 佐藤政入道新郎が没した後を継いで、忍那寺お室に就任した。高倉天皇の第一王子、時人親王誕生の際には出産の祈祷を行っている。小野流、広沢流両流の法を受けた。兼任2年、忍那寺北院で死去。和歌に優れ、歌集、主格法親郎集、北院御失業集がある。また、仏教関係の著書には、のめ城、先浮うきなどがある。 北院五日時期という日記も記した。また、平はじめ親の官職秘書は彼のために書かれたと言われている。平家物語、源平清水期の常ね宮高み上に、平常つが宮高この際に、忍なじに立ち寄り、仙台覚醒方針脳より廃慮の美は、青山を返上したおり、別れを惜しみ歌を交わした記事が残る。ありがとうございます。